タチウオの下処理をします。包丁の刃の部分で体の表面をきれいにします。内臓や背びれも取り除いて水で洗いました。塩コショウを振って下味をつけておきます。野菜を切ります。大根とじゃがいもは 1.5 センチくらいの厚さで平たく切ります。玉ねぎはくし切りにします。ネギと青唐辛子は斜め切りにします。だしを取りながら大根を下茹でします。鍋に水、和風のだしパックを1つ、ここに大根を入れて火にかけます。沸騰後3分煮たら火を止めて、大根は別にしておきます。ヤンニョムを作ります。醤油、酒、コチュジャン、粉唐辛子、ごま油、にんにく、はちみつ、砂糖、白ごま、生姜、よく混ぜます。鍋に大根を敷いて、この上にヤンニョムの半分の量を加えて、じゃがいもをのせて、だし汁半分の量を加えて火にかけます。蓋をして10分、弱火から中火で調節しながら煮ます。ここに玉ねぎ、中央を並べて、残りのヤンニョムと出汁汁、ネギと青唐辛子をのせて、さらに20分煮ます。蓋をすると魚臭さが残りやすいので、ここからは蓋をせずに煮ていきます。
では、いただきます。タチウオって小骨が多くてちょっと食べにくいという印象ですが、やっぱり美味しい。旬を迎えたタチウオ、脂が乗っていて身はふわふわで上品な味です。大根も一口いってみます。味がしっかり染みてますよ。いや、大根美味しいな。じゃがいももこれまた美味しい。それにしても辛いな。辛いけどうまい、うまいけど辛い、そんな料理です。味がしっかりしているので、ご飯と一緒に、もしくはお酒のおつまみにぴったりです。